はい、どうも、ケイカです。今回はですね、レーザーワイパー 8K Hz というね、ワイパーのまあ高品質なバージョンが発売されたので、そちらをちょっとね、レビューしていこうかなと思います。こちらが通常のレーザーワイパーで、こっちまだ開封してないんですけど、レーザーワイパー 8K Hz というものになります。基本的に、そこまで大きな変更はないんですけど、まあ、ちょこちょこいいものに差し替えられてます。毎度この箱の包み方、ちょっとオシャンなの、いいよね。レーザーディスアダー V2 もね、こういう袋に入ってたんだよね。これありがたいよね。なんか、使わない時とかに、スッて直せるの、助かる。まあ中身は、多分ほぼ一緒かな。ああ、ちょっと、バイパーアルティミット寄りになってるかな、CT なら。まあ、詳細は後で。いつもの、なんか、説明書とか使用書とか、あとステッカーかな。はい、中身こんな感じですね。まあもう、見た目、本当に全く一緒だね。形状は全く一緒。左右対称の平べったい形の、まあ、メインスイッチ2つとホイールクリックと、サイドが2つずつと横にラバーついてますよと。それ以外はまあ普通のプラスチック的な素材かな。で、マウスソールが多分これレーザーバイパーとかと同じタイプのやつだね。まあ、こっちの方が滑りがいいですよっていう感じかな。ケーブルもおそらく同じものが使われていて、レーザーのスピードフレックスケーブルっていう、まあ、すごい柔らかいケーブルですね。まあ、なんだろう。特に使ってて邪魔だなって思うことはないぐらいには柔らかい。無線がいいなっていう人からしたら多分これでも煩わしいんだけど、有線がいいなっていう人だったら、有線の中でも特にこれ、なんだろう、柔らかくて使いやすいんで、まあ、このケーブルは個人的にはすごく気に入ってます。はい。で、つなげてみました。光るとことかも全部一緒かな。まあ、裏に DPI の変更ボタンか、がついてますっていうのと、光るのはここだけですよ、みたいな。ぶっちゃけここ光ってもさ、持った時完全に隠れるから意味ないよね。まあでも、そんぐらい控えめな方が、個人的には良き。で、まあ一応調べれば、わかることを先にパパパッと説明するんですけど、まあ、レーザーバイパー 8K Hz になって何が変わったのかと言いますと、まあ、まず一つ目に、ポーリングレートが通常のおよそ8倍になりましたと。ね、ポーリングレート通常はまあ 500Hz とか 1000Hz とかなんですよ。ただこの 8K Hz はマックス8000までポーリングレートを上げることができますと。なおかつ、レーザーハイパーポーリング技術によって、まあカーソルの動きが超スムーズですよ、ということらしいです。で、あと個人的に結構嬉しいのが、メインスイッチが第2世代のレーザーオプティカルマウススイッチになりました。まあそのメインスイッチがどういうものかっていうの自体は調べればわかると思うんですけど、簡単に言うと、まあクリック感が向上しています。このメインスイッチについては、レーザーのデスアダ V2 Pro にも搭載されてたものですね。あとこれセンサーもいいものになってます。通常のやつではなくて、レーザーワイパーアルティメットに搭載されているレーザーフォーカスプラスオプティカルセンサーっていうものに、まあ、常用感のセンサーに換装されてるんで、まあ、少しでも高精度なマウスが使いたいっていう人も 8KHz の方がいいのかなと思います。で、このポーリングレート 8000Hz って全てのゲームに対応できるんですかっていう疑問があると思うんですけど、このゲームは対応してます。このゲームは環境によっては対応してますっていうのが、レーザーさんのね、サポートページに載ってるんですけど、そのサポート検証結果のページによると、まあ、Apex Legends だと 2000Hz までは正常で、4000とか8000はまあ、環境によっては、では最適化しませんと。他には、オーバーウォッチも8000まで対応してます。あと、レインボー 6CG も8000まで正常に対応してますっていうような検証結果が載ってました。コールオブデューティモダンウォーフェアは2000まで正常に対応で、4000と8000は環境次第っていう感じかな。あと CS10 も8000まで対応してます。はい。ちょっとレーザーシナプスの画面に来ました。で、まあ基本的にここら辺のカスタマイズ要素とかはほとんどバイパーと一緒ですね。まあ、ボタンの数とかはもう全部一緒なんで。で、パフォーマンスのところはまあ感度ステージ、まあ最大5つまで選べて、感度のマックスが2万と。まあ2万なんて使うことはないんでしょうけどね。仮にちょっと2万にやってみようか、これ。3200ですらちょっと操作危ういんだけど。もう、制御不可。制御不可。
制御できねえよ、こんなの。で、これがね、ポーリングレート、マックスが8000でございますと。まあ、125から8000までいきますよと。ちょっと待って、触れない。まあ、結構すごいよね。8000ってすごいよね。うん、わかんねえな。ポーリングレートの違いはわからん。ライティングも基本一緒だね。めっちゃシンプル。構成ってのはあれだね。リフトディスタンス。マウスパッドとどのくらい離れた時まで動作しますかっていうのが選べますと。レーザーバイパー 8kHz は、まあ、マウスパッドごとに修正するか、自分でこう、選べますよって感じだね。1ミリから3ミリで調節できるんで、まあ、お好みのところ。1ミリだったらちょっと浮かした時じゃ、反応しないけど、3ミリだとちょっと浮いてても反応しますよぐらいの感じになります。まあ、お好みかな。気にする人は気にするし、気にしない人は気にしないし。はい、レインボースチックシージ起動してみました。で、まあ、マウスカーソル見てた時にもね、結構いろいろ見比べてみたんですけど、まあ、なんだかんだ言って結局 8000Hz は体感できませんと。まあ、それそうなんだよね。てか、最近のゲーミングデバイスはなんかね、技術向上を狙いすぎて、もう人間には、判別不可能のレベルまで行っちゃったんだよね。で、まあもうゲームはいいかなと。まあ、一応触ってわかることをまとめとしては、まあポーリングレート、8000Hz のポーリングレートと、ハイパーポーリング技術っていうのはまあ人間には体感はなかなかできないんじゃないかなと思います。なんかね、プロのコメントとか見てると、思ったよりも違いましたみたいなのあるけど、まあ絶対嘘だと個人的には思ってます。で、個人的にすごい大きいのはスイッチの感触はかなり変わります。まあ、デスワダー V2 プロ触った時も思ったんですけど、この第一世代のスイッチってあんまりこう押し心地が良くはないんですよ。別に悪くもないんですけど、それに対して第二世代のクイックスイッチはね、めちゃくちゃ押し心地がいいです。あと、バイパーはね、最初に買った時と、これ2個目で結構後半に買ったやつなんですけど、その時もなんですけど、なんかこう、先っぽのところ、ここら辺を押すと何も問題ないですけど、ちょっと根元側だったり、ちょっと斜め方向に力を加えて押したりすると、わかりますかね、このギニュギニュギニュってきしますよ。まあ、本体構造の問題かスイッチの問題かわかんないですけど、8kHz は斜めに押しても、なんだろう、何もこう手前側を押したり、斜め方向に圧力をかけたりしても、そのギニュギニュってならないし、クリック感もね、すごいいいです。跳ね返りがあるというかね、タクタイル感っていうのがしっかりあるんで、そこは個人的にすごいでかいなと思いました。このバイパーシリーズ、個人的にそのスイッチのこのギニュギニュ感がすごい苦手だったんで、普段使いに悪いなって思ってたんですけど、そこが改善されたのは個人的にすごいでかいなと思います。センサーも、いいものにはなりましたけど、ぶっちゃけセンサーに関しても人間には把握できないレベルだと思います。まあ、ただ単純にセンサーが高品質になったっていうのは、まあ、いざという時のマウスの挙動の信頼性が向上したっていうことにつながるかなと思うんで、まあ、結論としては、まあ、新しいものとか少しでも高品質なものが欲しいっていう人は、バイパー 8kHz 買って、まあ、通常のやつでもかなり十分なスペックを持ってるんで、特にこだわりがないんだったら、こっち多分今だいぶ安くなってて6000とかで買えるんで、こだわりがないんだったら通常版を買うことをお勧めするかなっていう感じです。さらば。